今年のグランプリどの階級で進めていくんだというところでいろいろ今年始まってからもですねまあフライ級になるのフェザー級になるのを含めていろいろありましたが今年の、グランプリはですね女子スーパーアトム級のワールドトーナメントを開催したいと思ってます。コロナも随分落ち着いて世界から、トップアスリートが招聘できるんで今年は、女子のですねスーパーアトム級に、フォーカスをしてここで世界の強豪を招いて、ワールドグランプリを開催したいと最終調整してます。来週中には、どの選手どういう形でっていうのを発表させていただけたらとそう思ってます。